はい、お待たせいたしました。お待たせしましたね。第2回目の123回の収録をどうぞ向こうの方でサブの方では進めていただいて、その間準備ができるまで頑張りましょうね。はい、いや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 、今日はね、ええ、3回分用意するのは本当に正直大変でしたよ。ええ、まあ実は急遽4回分まで増えたんですけど、ねえ、大変なことになっておりましたが、林アナウンサーは何が大変だったかと言いますと、VTR の編集作業というのがですね。そうなんですよね。はい、まあだからユーストでご覧の方はお分かりの通り、全部動画で作っている関係上ですね。通常のテレビの編集と全く同じ作業をスーパーも入れて、ラジオには全然関係ないんですけども、関係ないけどね、分かりやすくインタビュー分かりやすい方がいいかなと思って、いろんなスーパーも入れる作業を週末やって、やりました。でなおかつまたバンダイチャンネル、今日今回とまた次の回で振り返りますが、その分の映像がですね、なんと昨日来たんですよ。おお、ぶっちゃけね、速達で来ましたよ。速達で東京から実は昨日届いたんですよ。だって金曜日だったからね。向こうの方もですね、金曜日のわざわざ深夜にコンビニエンスストアに行ってですね、送ってもらったんですよ、長崎まで。そういう対応を特別にしてもらって、バンダイチャンネルの皆さんありがとうございます。で月曜日の朝私の手元に届いて、そこから編集作業をして、今日この収録に間に合わすために、頑張りましたよ。まあ、こんな話をしていると、はい、なんで速達なのをネット上でやり取りすればいいじゃんと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ものすごいデータ容量だったんですよね。もうギガ単位になっちゃうんですよね、はい、どうしてもね、動画ファイルなのでね。なのでネット上のやり取りができなくって、もう物を送ってもらうしかないというね、そういう対応だったわけでございます。いや、素晴らしい準備は、はい、元英二君どうかな。焦らずにもうミスのないようにいきましょうね。大丈夫ですか。あ、もう余裕、かっこいいな。今皆さん聞こえなかったですけど、大丈夫ですよ、こんな声がね、かっこよかった。今男は男に惚れましたよ今。じゃあ行きましょうか。聞かせられないラジオ第123回放送分、長崎佐賀オンエアは8月20日土曜日、山梨オンエアは8月27日土曜日、宮崎岩手も8月27日土曜日放送分です。聞かせられないラジオ、聞かせられない、聞かせられないラジオ、聞こえないラジオじゃないよね、聞かせられないラジオ、聞かせられません、聞かせられないラジオ。NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。村山仁志です。聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。そうよ、こんな話簡単には聞かせられません。さて、今週と来週の2回にわたり、8月5日に行われたバンダイチャンネルライブでの大激ホビーマージン VS、聞かせられないラジオガンプラ早組対決ライブの模様をお伝えいたします。イエーイ。なお、この後お送りする映像および音素材は番組を配信したバンダイチャンネルライブ様の手を借りて収録したものでございます。登録よ。ただね、一部音声や映像には乱れがありますことをあらかじめお詫び申し上げます。私たちの心も乱れてましたよ。知事にね、ラジオやポッドキャストで音声をお楽しみの方、はい、お聞きいただく今日の内容は、はい、8月30日火曜日の午後4時に、インターネットの動画配信サービスユーストリームの聞かせられないラジオチャンネルでも公開されますので、よろしければ後日アクセスしてご覧ください。そうなんです。当日の様子を映像も含めて2度お楽しみいただけます。うわー、すごいすごい。ジングルの後は当日のライブを抜粋編集してご紹介します。ちょっといいですか。聞かせられないラジオ。はい。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。すみません、聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオって。聞かせられないラジオ。そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。聞かせられないラジオですから。聞かせられないラジオだよね。聞かせられないラジオですよ。聞かせられない。聞かせられないからね。そうそう、聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。
8月5日金曜日午後9時30分、うん、長崎 MBC 第1スタジオには林田村山2人のアナウンサー、そして東京都港区南青山のバンダイチャンネルライブのスタジオには電撃ホビーマガジン編集部のお二人、史上初その対決の幕が開くのを今や遅しと待っております。そしていよいよこの声で番組はスタート。バンダイチャンネルライブをご覧の皆さん、やっほー、キカラジタンだよ。みんな元気かな、それとも陰気かな。 NBC 長崎放送聞かせられないラジオと電撃ホビーマガジンがコラボしちゃうガンプラ早組ライブ、村山アナと木村副編集長の因縁の対決、ついに決着。この後スタート。バンダイチャンネルライブをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。ちょっと段取りがガタガタしました。大丈夫よ。ここから長崎なんですね。そうです。皆さんお待ちかね、お待ちかね、ガンプラライブ開始でございます。開始です。 NBC 長崎放送アナウンサーの林田正和です。村山仁志です。聞かせられないラジオです。ということで、なぜこの番組がバンダイチャンネルライブをジャックしているかと言いますとなんていうか、林田さん、うん、ちょっと変なんですけど。あ、そう、何も説明しなかったらこれはなんとなく丹下段平と西みたいな雰囲気になってませんか。いや、西って私か。マンモス西。マンモスよりはね、ちょっと痩せてると思いますけど。でそれでどうなってるんですか。あの人からご説明。皆様お待ちかね、もしよろしければ皆様方に今回のガンプラ早組対決についてご説明いたしましょう。 NBC 長崎放送でオンエア、電撃ホビーマガジンにコラムが連載されている聞かせられないラジオ、中でも話題になったのが HG ユーシーズロックは30分で釣れるのかの回。30分のラジオ番組内で村山アナがガンプラ早組に挑戦、それを林田アナが実況するという、およそラジオ番組らしからぬ内容。しかし電ホビ木村副編集長はクールに一言。すごいですね。私はもっと早いですけど。それを聞いた村山アナのハートも光ってうなる。もはや二人の対決は避けて通れない。なんというスポーツマンシップにあふれたエピソードではありませんか。それではお待ちかね、史上初長崎と東京を結んでのガンプラ早組対決へ、レディーゴー。ということで、機動武闘伝 G ガンダムの冒頭、毎回登場するストーカーさんにも似ているような気がしましたけれどもね。このまま我々二人でダラダラやってもいいんですが。いいんですが。もう一人の主役を呼ばなければなりません。誰ですか。もちろんあの人です。東京はバンダイチャンネルのスタジオにいる電撃ホビーマガジンの木村副編集長。こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうも、長崎林田です。村山です。ホビーマガジンです。いやー、木村さん、はい、そんなこんなでこのライブ対決実現しましたねそうですね、初めは冗談だと思ったんですがびっくりです。私も冗談のつもりだったんですけど、ね、いや、そんなことないですよ。本気で、もうこれは勝負を申し込んでますからね。ねえ。それにしても、長崎と東京を結んでのこんな生対決、いや、時代は進歩しましたね。そうですね。どうやってこういうことができてるのか、僕はさっぱりわからないんですけれども。いろんな人がいろんな努力で実現したようです。すごいですね。ありがとうございます。そうですね。はい。なんか、木村さん、さっきまでペラペラ喋った後に本番になったらなんで急にそんな口ごもるんですか。うるさいわこのバカ弟子が。あ、来ましたよ。いきなり来ましたね。いきなり返されましたね。バカ弟子扱いされました、我々。今日はG ガンダムがモチーフになってますからね、ちょっとね。そうですね、うん。木村さん、えらい焼けてますね。あ、そうですね。もともと色黒です。あ、そうなんですか。スポーツマンと伺っておりますよ。そうですね。ずっと高校時代まで、野球やってまして、それが残ってる感じですかね。なんか高校生の時は決勝戦のマウンドに立ったらしいじゃないですか。実際は実は準決勝だったんですね、僕の時代っていうのは。準決勝、僕はいわゆる1年2年の時に、大阪大会決勝戦、戦いまして、僕はもう全然ベンチ温めてたんですが。大阪府大会の決勝戦なんて、なかなかいけませんよ。いや、いけないでしょうね。見事なもんですね。いや、しかしね、
それ言うんだったら私も高校野球長崎県大会と佐賀県大会の決勝戦の実況はやったことがありますからね、うん、ええ木村さんのリアクション困ってるじゃないですか。そういう難しいボケをするんじゃないよ君。やっぱりこの長崎と東京で1秒ぐらいのブランクがある中でギャグは難しい、ね、難しいですね、ちょっと木村さんの顔がこわばってきましたが後ほど2人のプロフィールはおいおいご紹介することにしまして、そのお隣にはですね、電撃ホビーマガジン編集部の村田さんがいらっしゃいます、うん、あの村田さんはですね、僕のあの電撃ホビーマガジンの聞かせられないラジオコラムの担当編集さんなんですよ、うん、おー、なるほどね、いつもお世話になっているということで、そうなんです、だから多分今日は僕にひいきしてくれるんじゃないかなと期待しています。もちろんそうですよね。そうですね、あの原稿をもう少し早くいただけるようになるんであればそうしなくもないかなというところですね。どうなんですか、こうやっぱ腕は相当立つんですか。あの模型の腕もすごいですよ、ページもバリバリ作りますし、お、もう模型を組み立てるのも早いし原稿書くのも早いし、はい、なんか女の人にも手が早かったりしませんよね。あ、それはもう早いですね。はい、もう剛速球ですね。剛速球ですか、はい、いいですね、見習いたいもんですね。今日は林田さんやっぱり夜だけあって飛ばしてます、ね、飛ばしていきますよ今日はね。さあでは今日2人に競ってもらうモデルをご紹介いたしましょう、今月下旬発売予定の機動武闘伝 G ガンダム144分の1 HG FC ハイグレードフューチャーセンチュリーマスターガンダム&風雲再起でございます。おー、こちらね、こう村田さんまだ未発売なんですよね。そうですね、あのこちら、はい、今月下旬の発売ということですね。今回の企画に合わせてバンダイホビー事業部のご好意で特別に用意していただきました。やった。で、あのお互い不公平になってはいけませんので、はい、2人とも事前に組み立てておりません。当然です、ね、中身を確認はしておりますが組み立てるということはしておりません。文字通りのガチンコ対決であります、今日は2人とも同じ条件で作っていただこうというわけです、はい、ではこの後いよいよ制作ということになりますけれども、はい、大事なことを言うのを忘れておりました。何ですか、ただただ番組的に作っても面白くありませんので、作ってる最中に様々なあのインタビューをですね、うん、木村さんも含めてさせていただきます。それにきちんと答えてくださいね。はい、いいですか。もし答えられなかったりですね、すると、あの、30秒のペナルティーということになりますんで。30秒間作っちゃダメってこと？手止めないといけませんよ。でね、いろんな合言葉を設定しましたから、木村さん。はい。東方問答ご存知ですね。ええ。はい。ええ。例えば私が、あの、答えを木村と言いますから。ええ。したら、あの、王と答えてください。はい。ええ。流派東方ファイガー王義。そしたら関波天京拳。遅いですよ。パッと来ないとパッと。ね。そんな感じでこう答えていただきつつ、もそれが答えられなかったらまた30秒のペナルティーでということで。これ作ってる間、あの、抜き打ちで行ってくるわけ。ええ、そうですよ。あの、聞かせられないラジオの中で30分で実はズゴックを猫にあるのをね、あの、村山さん作ったんですけど、はい、この時もですね、ラジオ番組なんで喋らないと話にならないということで、インタビューされながら作ったんですけど、これ大変だったでしょ？大変でした。はい。意外と作りながら喋るっていうのは木村さん大変なんですよ。そうですね、普段はそういうことをしたことがないので、あの多分結構今日は大変だろうなと思って、あのプラモデルよりもどっちかというとあの東方不敗のセリフを、今日が朝からずっと勉強してました、と思い出してました。そうですか、はい、あのそんな予習を。木村さんは G ガンダムは結構お好きなんですか。そうですね、実は、プロモデラーとしてデビューして一番たくさん作った季節、あの時期っていうのが多分 G ガンダムの放送時期だったんですね。あ、なので、そうなんだ、模型紙の表紙なんかで実はマスターガンダムを何回か作ってます。長崎と東京を結んでお送りするガンプラ早組対決ライブ、電撃ホビーマガジン木村学部副編集長 VS NBC 長崎放送アナウンサー村山仁志、ガンプラ早組ファイト、レディーゴー。さあ早速、組み立てが始まりました。まずは対決の幕が切って落とされたところまでお聞きいただきました。はい、盛り上がってますね。私どもが報告を受けたところによりますと、うん、当日8月5日金曜夜なんと1万4000を超える皆様にご覧いただいたということで、誠にありがとうございます。ありがとうございます。
それでは史上初長崎と東京を結んでお送りするガンプラ早組対決、まだまだ序盤戦ではありますが、木村副編集長の本性がだんだんとあらわになっていくんです。今日はこのマスターガンダム風雲再起、木村さんどれぐらいの時間で組み上がりそうですか、予想としては。本来では HG と言われるキット144分の1だと1体大体1時間弱ぐらいで組み上がるはずなんですね、はい、ただ1時間弱、風雲再起があるので、そういう意味では結構1時間ギリギリになるんじゃないかなと、はい、それと組み立て説明図がまだ不完全な状態で、パーツの番号とかが振られてないんですね。なので、いわゆるパーツを探す時間とかもかかるので、ひょっとしたら1時間半とかかかっちゃうかもしれないですね、うん、村上さんはどうですか、今日はどれぐらいの時間を予想してますか。いや、パーツをね、見た感じで、HGUC ズゴックの3倍ぐらいのパーツ数があるんで、これ1時間半ぐらいかかるんじゃないかなと思ったんですけれども、ズゴックの場合はだいたい32分ぐらいでね、組み上げましたですね。そうです、はい、この30分ぐらいでズゴックという腕は木村さんどうお感じになりますか。早いと思いますよ。早いですか。早いですか。おーねえ、で先ほど木村さんからお話がありましたが、今回はバンダイホビー事業部のご好意により未発売のものを我々も手にしておりますので、説明の文章などは全くないんですよね。そしてパーツ番号なども振られておりませんので、どこが何にあるかというのはそれぞれわからない状態で組み上げているので、林田さん、はいはい、本当にわからない、わからないです、どのパーツがどのパーツか。先ほどから東京の様子を見ておりますと、村田さん、もうすでになんか頭のパーツを切り離したようにも見えますけれども、頭部に入ってますか、もう。はい、胸の方はもう出来上がっております。マジで。あ、そうですか。はい、今、肩のところの、製作に入っております。マジで。あ、そうですか。ちょっと、早いですね。わあ、ちょっと邪魔するかちょっと見て。邪魔して、邪魔して。邪魔して。木村さんって初めてのガンダム、のプラモデルって何作ったんですか。一番最初はですね、確かグフだったと思うんですね。僕も結構いじっぱりな方で、実は学校でガンプラブームが起きて、全員クラスの全員がガンプラ作ってるんですけど、僕だけはスーパーカー作ってたんですね。あら、でしばらくずっとスーパーカーばっかり作ってたんですけど、ある日友達のうちに、みんなでプラモを作りに行って、僕だけ、当時シルビアを、車のシルビア買ってですね、一人作ってたんですけど、他のみんなはなんかガンプラ作ってるんですね。で、誰かがなんかお茶を飲みに行った際にですね、その僕の作ってたシルビアを踏んじゃってですね、ぺっちゃくになっちゃって、で、何すんだよって怒ったらですね、いいやんか、これでお前のシルビアスーパーカーになったで、薄くなってってカウンタックみたいな。ひどい。言われたのをきっかけにガンプラに、移りました。そんななんかほろ苦い思い出があるとは思いませんでした。悔しい、生まれてシャコタンになっちゃったわけですね。そうなんですよ。ドームゼロそっくりやなってなんかくだらない冗談言われて、もう泣きながらその日帰って。それにしても、はい、木村さん喋りながら手が早いですね。本当よ、ほとんど止まることを知らないぐらいすごいスピードで、もうすでにもちろん頭はできてますし、村山さんの方はですね、こちらはですね、胸の方が完成、そして頭も完成して、それが一つになっております。今、肩の部分を製作し始めておりますが、東京は今、どのタイミングですか？どこまで行っていますか？はい、今、両腕の肘関節ですね、こちらが完成しました。
ご町内の皆様、聞かせられないラジオはいかがでしょうか。聞かせられないラジオ、聞かせられないラジオはいかがでしょうか。ご町内の皆様、聞かせられないラジオいかがでしょうか。聞かせられないラジオ、聞かせられないラジオはいかがでしょうか。まだ終わってないよ。今週と来週の2回にわたり、8月5日に行われたバンダイチャンネルライブでの電撃ホビーマガジン VS 聞かせられないラジオガンプラ早組対決ライブの模様をお伝えしています。はい、序盤からペースを乱すことなく終始リードしている木村副編集長、制作が進むにつれてその差は広がるばかり、その実力をまざまざと見せつけます、主に私に。そしてやがて余裕すら感じさせる発言も飛び出してくるんですね。それではここでちょっとお互いのですねプロフィールをご紹介したいと思います。まず木村学ぶ電撃ホビーマガジン副編集長ですけれども、中学の頃にジュニア MS 大会、これはモビルスーツ大会いただいている資料では、これに優勝するなど輝かしい成績があると。出られたんですか、木村さん。そうですね、あのひょんなことから出ることになりまして、プチモビルスーツ大会に出て優勝した時に、そのプチモビルスーツに乗ってあのヤーっていう、ちょっと当時はまだ明るい少年だったんですけども、そこからどんどんネクラになっちゃったんですけどね。そうなんですか。はい。それからですね、その両親ともに地球連邦軍の技術士官というふうに伺っておりますよ。はい、そうですね、あのもうほとんど両親いない、あの日々が続いてまして、もう父親も何してるのかさっぱりわからなくて、辛い日々を過ごした記憶はあります。はい、サイドいくつぐらいで働いてらっしゃったんでしょうね。ですね、僕の住んでたところはあのグリーンノアってとこなんですね。そうですか。はい。大阪じゃなかったんだ。あ、そうですね、あの大阪は実はあのグリーンノアって言うんですけどね。あ、そうですか。はい。学ぶという名前にコンプレックスがあり、そのためか勉強嫌いで体育会系な高校野球選手時代を過ごすも、大学時代に友人の紹介で某模型師にプロモデラーとして参加。90年代を中心に数多くの作例を発表した。得意技はエアブラシによるグラデーション塗装とマスキング、そして高速スライダー。ここだけ野球なんですけど。プロモデラーとして、いろんな作品をお作りになられたんですね。そうですね、本当に多い時は毎月1体作ってましたんで、年間12体以上はあの作例と言われるものは作ってましたね。それはやっぱりあれですか、こういう未発売のもので、説明書が例えばまあ不十分な状態でも完成させていくというようなスタイルなんですか。はい。敵はやはり強いね、村山くん。やってますね。やってますね。対する村山仁志、長崎放送アナウンサーのプロフィールをご紹介しましょう。1968年生まれの43歳です。幼い頃からプラモ好き。4歳の頃に初めて買ってもらったプラモデルは、バンダイのウルトラセブン、ウルトラホーク2号秘密基地。秘密基地。あ、これ、売ってたの？売ってましたね。相模原の。あの文房具屋兼模型屋さんで、ね、でも難しくって自分では作れずに悔しかった、小学校3年生でスーパーカーブームに遭遇、神奈川県綾瀬市の模型店のコンテストに6輪に改造したカウンタックで応募し努力賞を受賞。この6輪改造ってのはどういうことなんですか、これ。やっぱね、 F1 のタイレルに憧れてたんで、カウンタックも6輪にするべきだろうと思いましてですね、もう接着剤はみ出しまくりのべっちょべちょのベタベタな完成品でしたが、努力賞でなんか鉛筆かなんかもらいました。嬉しかったですか。いや、悔しかったです、ね、悔しかったですか。悔しいもんですか。優勝する気満々で出したんでですね、その後順調に AFV ってのは何ですか、これ。戦車とかですね。ああ、そうです、ウォーターライン、宇宙戦艦ヤマトを経てオートバイやガンダムのプラモデルにハマる。中学時代は長崎市の模型の月岡に多数の完成品を提供。これはね、聞かせられないラジオで何度もご紹介しております。はい、町の模型屋さんでございますね。そうです。ポリシーは無改造、全塗装、デカールを貼るが大好き。いや、むしろデカールを貼るためにプラモデルを作っている。はい、と言っても華厳の滝ではない。華厳の滝ではありません。はい、そうですか。デカール貼るの好きですもんね。もうね、もうほんと好きですね。それが目的で作ってますね、本当に。そうですか。
木村さんはどうですか、こうガンプラを作るときに一番力を入れているところってのはどういうところなんですか。あ、僕はやっぱり塗装ですね。当時のガンプラってあんまり色ごとにパーツ分けがされてなかったんで、マスキングテープでマスキングをするんですけども、僕本当マスキングとエアブラシが好きで、好きで、まあ、好きは工事で得意だったんですけど、どんなちっちゃい、例えば顎の赤いパーツなんかでも、別に筆で塗ればいいじゃんって、どこですら無理やりマスキングして、エアブラシで塗装してましたね。そうですか。私も時々エアブラシ使うんですけど、もうマスキングがめんどくさくてですね。今はもうほぼ9割いらない、マスキングとかいらないですよね。そして本当に今日もそうですけれども、塗装しなくても本当に色合いというか、完成レベルが高くなりましたよね。そうですね。もう一つ大きなところっていうのは、パーツの合わせ目が、出ないというか、消さなくても済むんですね。腕の真ん中にこうなんかパーツが、合わせ目が来たりとかっていうのが、ほとんどない、あと目立たないところに配慮するっていうのは、今回のマスターガンダムは、まだこれ HG なのでそれほどでもないですけど、やっぱりでも、すごく、そういったパーツ分割っていうのが配慮されてますね。本当に接着剤使わなくって、組み立てやすい時代になりましたよね。そうですね。その反面、本当に僕らの子供の頃みたいに、接着剤で一生懸命こう、パーツをこうくっつけて全塗装するみたいな、雑誌の、作例として載るような完成品をこう作る人が少なくなってる気はしますね。ああ、なるほどですね。いや、木村さん、やっぱり私もですね、その、かつての、その、色を全部塗らないとダメだった時代に、やっぱりガンプラにハマった世代なので、今でもですね、HGUC を作るときでも、色を全部塗らないと気が済まないんですよね、なんかね。ああ、そうですね。うん。まあ、だけど、色を塗らなくてもそれなりに完成度が高いということは、逆に言うと、色も塗りやすくできてるんですよね。そうなんですよね。マスキングとかね、さっき言ったように手間が必要ないっていうのもやっぱ大きいですよね。大きいですよね。間口はやっぱりそういう意味では広がったんじゃないかなっていうふうには思いますね。と言いつつ、歯医者さんもちょっと、どのパーツかわからなくて、ちょっと今。僕にいくらだって困るでしょう。私が知ってるわけないじゃないの。キカラジタンをデザインしてくださった西村さんから。西村さんから。村山アナ、動きが大きい。木村副編は最低限の動きで作ってるように見えるよ。動きの分析入ってます。本当？そうですね。確かにね、木村さんの手早いんですよ。じゃん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 切って、じゃん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 組み立てていく感じで、本当に休む暇なしって感じですけどね。おかしいな。村田さん、今、どのあたりのプロセスまで行ってますか、工程的には。はい、両腕はもう完成しましたので、今、足の方の制作に入っております。木村福君の目の前にある赤いの2つが、つま先の部分ですか。あ、そうですね。これがつま先ですね。もう出来上がってますね、はい。見事なもんですね。余裕ありますね、木村福君ね。これちょっと。答えよ、木村。歌はちょっと苦手だな。これ、ちょっとね、答えよじゃないです。答えよって言ったんです、今。あ、答えよ。あ、すいません。失礼しました。流派、東方腐敗が大きい。赤派天狂拳。さすがですね。東方腐敗の年齢が49歳と聞いてびっくりしました。私ね、もうね、今年45になるんですよね。ということはもう4年後には東方腐敗と同い年という。あ、そうですね。そうですね、うん。そんな気の毒そうな顔しないでください。いや、でも私は去年の誕生日を迎えた時に、バカボンのパパと同い年になったんだなっていうのが一番ショックでしたね。あ、バカボンのパパちなみに何歳でしたっけ ?41 ですね。41歳ですよね。あ、そう。41歳のパパだから、パパだからという歌が、ね、パパなのだ。年はだんだんとね、放っておいても取るもんですから、致し方ないですよね。バカボンに反応しちゃった。ねえ。あー、この腕のパーツでちょっと時間取られちゃったな。そうですか。今週は8月5日に行われたバンダイチャン、また噛んじゃった、バンダイチャンネルライブでの電気バンダイチャンってのはなんか
どっかの山みたいじゃないの。電気コピーマガジン VS 聞かせられないラジオガンプラ早組対決ライブの模様をご紹介しましたけれども、はい、映像で改めてですねスタジオで振り返っておりますと、はい、この木村副編集長のこの手先の滑らかさのなんというかこう寿司職人のなんかこう技術を見ているような感じがしますね。僕は配信中に林家松楽師匠の紙切りを見るようだって言ったんですけど、確かに寿司職人の表現としては近いですね。こう握り寿司をねこう次々握ってこうどんどんお客さんの前のカウンターに置いていくみたいな、ね、組み立てたものを目の前にずっと並べていっているので本当に寿司職人っぽかったですね。そう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 。さあ来週はですねこの続きなんですが、はい、あらかじめお断りしなければなりません。何ですか。実は今回初めての取り組みということもありまして収録がうまくいきませんでした。ごめんなさい。当日の配信は1時間半行われたんですが機材不調により50分間しか収録できておりません。したがって決着の瞬間の音映像はございませんが、あら来週は今日の続きと戦いを振り返ってと題し、その真夏の夜の熱き戦いを電撃ホビーマガジン編集部とつないでアフタートークでご紹介してまいります。誰が出るかはお楽しみに。というわけでお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は林田茂和と村山仁でした。それでは皆様、ラタ毎週。ということで、2回目123回分の収録終了でございます、はい。矢野健太郎先生41歳の春だからツッコミ、その通りでございます、はい、歌詞を多少間違えてございましたが、その方がまあいいやさあやっと半分です。折り返し地点に入りました。折り返しですよ。ということでまたユーストリームを一旦ここで締めて保存をかけて、また改めて再配信でございます、ね、3分後にまたお会いしましょう。すごい配信だ。ラタ3分、ラタ3分。